はい、どうも、妖怪三国志国取り図、今回もやっていきます。今回はね、皆さん始まりましたね、共闘イベントスカイスネーカー、こちらをね、ゲットしていきたいと思います。入手方法、やった、まだ1位だ。1時間半1位を守りました。はい、スカイスネーカーの前に、改めて、試練ね、ごめん、試練の方だけちょっと先に話させてくれる？リリース前を見たんだよね。そしたらね、すごかったわ。クツゲンさんは、ポイントがね、すごい増えてた。でもね、もらえてないんだよね、これ増えた分の小成婚とか。もうゲットできてんのかな？わかんない。ちょっと受け取れてんのかな？ 3 万。リリース前はね、1万1000だったんでね、それがもう3万で、2万近く増えてます。そして、ハグキさんはね、ハグキさんなんだけど、本当は。2300だったのが、2万6500ということで、増えてるんだよね。なので、皆さんもね、なんか、ね、ゲットしたら、シュババババみたいな感じになると思うんですけど、それ、あ、もうゲットできてるんだ。なので、ゲットできてるみたいなんで、ぜひね、私ね、ゲットした時のなんか、ポップアップみたいなの出なかったと思うので、あれだったんですけど、結構ね、結構っていうか、相当進んでるぜ、おい。グレードマックスになって、ついに、クツゲンさんが8000近くね、なりました。やっぱりちょっとちょろっと、2日間だけだけど、頑張って進めてよかったかもしれないです。歯茎さんはね、惜しいな。あとちょっとで超2突できますね。というとこなんで、皆さんね、一回、試練の方ね、ポップアップ出てないと思うんだけど、結構ね、進んでるので、そう。なんかここで見えてなくても、自分のとこ行って、さっき見て、私みたいにね、見て確認した方がいいのかなと思いました。はい、そしてね、この猛将くんさん見ましたね。バリアっていう話をしてたんだけど、取り付くをよく見るとね、自分にお守りと加護って書いてあるんで、これは普通は単体なんだけど、こっちの方ね、小生の方になったら新人祭、猛将くんの方になったら、まあ揚力高いわ回避高いわっていうのはあるんだけど、味方全体お守りと加護がね、始まるということで、お守りと加護、ただバトル開始10秒ということで、開幕ではないんだけど、 50% 復活もすごいしね、これはかなり、いやー、私バリアの使い方分かってないんであれなんだけど、これはもう超優先ですね。そして勲功アップ 30% あるので、もうね、国取りで攻めるときは白木さんとこの猛将くんさんって感じで、でも嬉しいね、これね、パワーつか周回頑張ればね、ゲットできるやつはいいですよね。私いいと思いますんでね、ぜひみんなで頑張れば、これだって強いもんね、やっぱ七遊は。今私歯茎さん8300で、これ超突したら、また超二突したら変わってくるしね。クスゲンさんは一気に6位までね、ランキングを上げましたんで、これにモーションくんさんね、入ってきて楽しみって感じですね。はい、ということでした。すいません。で、早速ね、ごめんなさい、本題スカイスネーカーね、ゲットしていきましょう。小生スカイスネーカーはね、いつも通りですね、打ち消しがいいなーっていうところで、私は打ち消しがあるんで、それだけで好きです。バトル開始の力と全能力アップあるんで、こういうのってハイスコアチャレンジとかボス戦でもいいんじゃないのって思うし、なんと能力をいかんなく発揮できるって感じはしますよね。ただちょっとオロチと被るよね、ニョロロンの打ち消しだし、雷だしって感じで、小生オロチと被るかなっていうところ。小生の流玉はね、スカイスネーカー、これ欲しいなぁ。前回多分ね、俺ね、ドロップだけでね、90個かな、87個か分かんないけど、80個以上ドロップとなんかミッションだけで
なんかやったんだよね。あ、じゃあトータルポイントだ、これだ、この20個と、バトルでドロップで80から90だったんで、そうだけど、お宝クエストでね、10個または20個ドロップがね、1回も来なかったんだよね。これでも5倍やったらさ、20個当たったら一発で終わりなのに、私1回も来なかったんでね、だからそれだったら5倍でやんないで、1回でも来れば、ドロップはね、頑張ると、あの獲得ポイント合わせていけるからっていうのを感じたんだけどね。どうなんざんしょうね。はい。まあでも、小生じゃなくてもね、スカイスネーカーも私は好きです。緊急バトルで倒すと仲間になります。で、限界突破ね、10、もしくはドロップスが10になるまで仲間になると。超突し、10突したらね、それ以降は仲間にならないので、エスコンとか使ってやってもダメですよ。で、星7のバトルでミニが落ちると。で、これミニがね、何回も落ちるんでね、あと、楽しみにしましょう。星8のバトルではミニは落ちません。難易度が高い方がドロップ高いって書いてあるけど、結構ね、難易度低くても落ちる。だから初心者向けっていう感じなんだよね。で、ブルポンとメタツコトスキーでいいよっていうところで。まあ、打ち消しあるとね、いろいろ使い道があるんで、S ランクのミッションとかも今後あると思うので、いいんじゃないの？使える S ランクみたいな感じになってくるんじゃないかなと思うけどね。はい、じゃあ、クリティカルぶつかりもいいしね。ぶつかりどうなんだろうな。ぶつかりはあれか、恐竜さんで足りてるかな。はい、ということで、スカイスネーカーね。超十突ってどうやってやるんだ？超限界突破10ってこれどうやってやるんだろうな。これはミニ、あ、そっかそっか。特徴限界突破の小ケットするのかな。なんかちょっとこれはよくわかんないね。超十突どうやってやるんだろう。はい。で、一応ね、まあ、この辺が特攻ですよっていう話ですね。はい、じゃあごめんなさい。ゲットしていきましょう。まだ1位かな。おー、いいね。星ね、1、2までやったんだけど、どうなんだろうね。どこの周回がいいのかな。最初は、もう順番でやっていこうかな。水が苦手なんでね、水がいいと思います。なんで、本当は、大釜、小生大釜ね、鍛えてる人はいいのかなと思います。で、この、こいつらはね、助っ人で仲間ドロップは効かないやつです。まあ、なので、まあ、ちょっとね、倒していきましょう。まあ、特に初日はね、期間が短いので、必ずね、ミッション、デイリーミッションとかあるんで、きっちりね、クリアするようにしましょう。この辺のね、ミッションね、毎日ね、あるんで、特に初日はね、気をつけて、デイリーミッションね、あれ、どこか、こっちかな、期間限定。そう、デイリーミッションね、あるんで、これをね、結構初日は期間短いんでね、忘れずにしっかり、初日ちょっと多めでもいいと思うんで、やってみてください。さあ、じゃあちょっとどんどん行って、緊急出しちゃいましょう。3まで行ったんで、次4か。施設効果がもう2600も入ってきちゃって、早くね、あんまり施設効果ないうちに、もうでも難しいのかな、私の力じゃ星8倒せればなと思います。どんな感じになるかな。緊急出ないね。じゃあちょっと緊急出したいと思います。はい、そしたらね、緊急来ましたんでやっていきましょう。まあね、4がいいかな。4が桃10だからね、私最初4で周回しようかなと思ってます。結構最初ね落ちるんで、はい、いいんじゃないかなと思いますよ。すぐ倒せるしね、4だと。さあ、一発で来い。うれ、あ、来なかった。大体一発で来るんだけどな。で、ほんとね、共闘イベントやるとね、他のイベントでのドロップイベントでね、なんで共闘があんなに落ちたのに他のイベントドロップしないんだみたいなね、ランクアップとかアイスコアチャレンジとか思っちゃうんだけど、
まあ、それぐらいね京都は。あれ金だ、へえ。落ちるんだけど落ちないね。こんなに落ちないの珍しいな。今回ちょっとやばいどうなんでしょう。まあこれね、あの緊急であれば星1でもね落ちるので、本当にまだまだこれからよっていう人でもね、あの周回頑張れば落ちるんで。さあよいしょっと、あれおかしいね、こんなこと過去にないのにね。まだ一体も落ちてないときに珍しいな。なんかね、今までずっとこういう動画撮ってるけど、1回もしくは2回で落ちるんだよね、いつもね。あの最初の1体ってちょっとやばいかな今回。おお落ちない、すげえ。なんでしょうこれは、俺なんか悪いことやってんのかな。緊急で落ちるんですよ、星1でも星2でもいいんですけどね。で序盤だから私はあれがいいと思ってるんですよ。よいしょ、落ちねー、すげえ。3倍やっちゃう、ちょっと落ちなかったら最後3倍やっちゃうかなと思います。3倍ね、右に桃の3倍消費ボタンがあるんで、うん、なかなかすごいねこれ。今まで長くやってますがこんなに落ちないの初めてです。これは不具合じゃないのなんかちょっと変わったか、変わったっすかね。ね、なんか私いけないことしたのかしら。よいしょ、まあ、もしかしたら今回あんま落ちづらいのをちょっと案に示してるかもしれないですね。うん、え、俺ちゃんと選んでなかったかな、選んでなかったかな。なんでなんでな。よいしょ、おかしいな、嘘でしょ。じゃあ最後3倍やろうかな。しかしでも最近は結構早く必殺打てるのね、チャップをはじめちょっと増えてきましたね。ちょっとすいません、落ちないんですね。ちょっと待って、もう1回だけやらせて最後3倍やろうかな。じゃあ嘘でしょ、不具合じゃないのこんなの。序盤まだ1点も落ちてないんだよ俺。おお、やっと落ちた。はい、ということで、お前のベリーハードなビート俺の魂に届いたぜ。へえ、イエーイ。スカイスネーカーゲットニョロロンです。オロチとちょっと被るけどね。はい、無事ゲットしました。ちょうどね、緊急バトルもちょっと残り1回だから、ちょっと1回だけやらせてくれる。ちょっと動画の中で5分フルフルでやってしまったよ、すまんの。でもね、本当にこんなの初めてだな。今までないよこんなの。ちょっと心配になってきましたね。変わったのかな。お、120コンボまで行きました。はい、まだ首位ですね、嬉しいですね。じゃあ最後ね、申請も来てるのでちょっとサクッと見て終わりにしましょう。小生の方がねやっぱり欲しいですね。私打ち消しが大好きなんで、オロチは単体だけどこっちは全体のね打ち消しなんでちょっと違いますかね。うん、じわじわダメージと打ち消しと、で味方全体の力バトル開始5秒。うん、まあ使えるじゃん。クリティカルアップはいいんじゃないですか。はい、じわじわ反射ってどうなんですかね。うん、まあ、あるに越したことないけど、すごい欲しいってわけじゃなくて、うん、まあ一般的なステータスってやつですね。はい、ただまあ速度も普通、雷、前衛雷って感じで、うん、まあオロチと一緒に活躍なのか、オロチよりどうなのか。40効果3の8秒。ちなみにオロチは
小生オロチは無属性なんだ。へえ。自分の全能力だから、まあまあまあ、なんか自分勝手なオロチより、こっちのね、スカイスネークの方が将来性があるかもしれませんね。はい。まあ一応ね、国取りの勲功アップでもあるので、まあ、次でね、よく使うと思うので、鍛えたいと思います。小生の方ね、今回ちょっとゲットしたいな。頑張って、ちょっと5倍でやるかどうすか迷うね。小生の方はいいよな。これも50か。効果時間9秒になってんな。打ち消し、サボり。で、力だけじゃなくて全能力アップ。で、やっぱ敵全体打ち消しだからな。オロチよりは、なんか、なんか、イカさんよりも、イカさんこれで卒、イカさんこれで首かな。イカさん後変化しちゃおうかなっていう感じになってきましたね。はい、じゃあ今回のどうなんだろうな。これはやっぱ最近流行りの早ぶつかりアップもあるし、なんつうの、早必殺打ちみたいな感じになるのかな。ぶつかり撃破で力アップだから、ニョロロン版ベニマルみたいな感じになるのかな。ということで、はい、ちょっとね、楽しみにしたいと思います。ちょっと小生スカイスネーカー絶対欲しいんで、なんとかしたいなと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、モーショー君、こちらもいいね。ぜひちょっといいのが来た感じがしますね。今回の小生みたいね、明日ブルームーンガシャねやりたいと思うんで、ブルームーンもねまたよく見ていきたいと思います。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。次は星78